大引きガエルは、両性公無微目引きガエルか南米引きガエル族に分類されるカエル。アメリカ合衆国、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、パナマ、ブラジル北部、フツリョウギアナ、ホンジュラス、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、メキシコに、自然分布。アメリカ合衆国、アンティグラバーブーダ。 イギリス、オーストラリア、オランダ、グレナダ、ジャマイカ、セントクリストファー・ネービス、セントルシア、ソロモン諸島、台湾、ドミニカ共和国、日本、ハイチ、パプアニューギニア、バルバドス、フィリピン、フランスなどに移入。体長は、オスで8.9から12.4センチメートル、メスで8.8から 15.5CM。原産地であるスリナムなどでは、 最大体長 220mm。地域により体長、体型、体色に変異があり、スリナムの個体群は特に大型化する。皮膚の表面にはイボがある。鼻光から目の周囲にかけて骨質の粒起が発達し、頭頂部では骨と皮膚が完全に融合する。磁線は大型。毒はアルカロイドを主成分とする。毒性は引きエるとしては、 非常に強く、人間に対しては目に入ると失明したり、大量に体内摂取すると心臓麻痺を起こすこともある。卵納や妖精も毒を持つ。サバンナやソリン、乾燥林などに生息する。日本では砂ウキビ畑などでも見られる。種商名のメリネスは海のノイで、英名も同義。両生類としては海水に対する耐性が強く、 川口付近や海岸でも見かけることが由来。夜行性で昼間は石や倒木の下などで休む。食生は動物食で昆虫や節足動物、ミミズ、カエル、小型爬虫類、小型哺乳類などを食べる。繁殖形態は乱生。石垣島では年間を通し繁殖が見られる。繁殖のピークは12月から1月頃。 紐状の卵塊は20メートルにもなり、包まれた卵は8000から17000個に達する。妖精は24ミリメートルほどの黒色で、約1ヶ月で6から12ミリメートルのカエルに変態する。小ガエルの成長は早く、半年ほどで生成熟が完了する。皮が皮製品に利用されることもある。メキシコでは袋、パプアニューギニアでは、 太鼓の皮に利用されることもある。主に砂糖キビ畑の害虫駆除のため、世界各地に移入された。1920年代に、フロリダ州とプエルトリコ、1932年に、ハワイ、1935年に、オーストラリアへ移入されている。大型である上に繁殖力が極めて強いことに加え、有毒種であるために天敵がいないことから、移入先で、 爆発的に増加した。在来種を捕食、在来種との競合、本種を食べようとした、脊椎動物などの大型動物が、毒による被害を受けることが懸念されている。国際自然保護連合が、リストアップした、世界の侵略的外来種ワースト100にも、ランクインしている。日本で定着が確認されているのは、小笠原諸島、大東諸島、八重山諸島などである。 導入の目的は、サトウキビ畑の害虫駆除であり、戦前にハワイに移入された個体群が台湾経由で南大東島に持ち込まれたのが最初である。その後、この南大東島の個体群が1978年に石垣島の南部へ10匹程度が移入され、さらにその個体群がハトマ島へ導入された。また、戦後のアメリカ占領下の小笠原諸島では、 アメリカ軍によって、父島へ1949年に入入され、1975年には、父島から母島へ持ち込まれた。西表島へは、石垣島から運ばれる、建築資材などとともに混入し、移動したと考えられている。日本では2005年に特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律により、特定外来生物に指定され、輸入。 飼育、販売、蝶と、息などが禁止された。本種の影響は野生動物のみにとどまらない。本種の卵や、おャ弱子にも毒が含まれていることから、小笠原では飲料水が汚染された上、ハトマ島では、課金の大量死が起こり、本種が影響したものと考えられている。今のところ決定的な防除法は見つかっておらず、卵や、 おャクシを一気に駆逐するしか有効な手段はない。また、本種は生命力の強さから実験動物にも用いられるため、その目的で捕獲して処分する方法も検討されている。オーストラリアでは猫餌を池の周囲に巻いて肉食性のアリを集めることにより、上陸した本種を駆除している。在来種のカエルには、このアリに対しての防御手段があるとされる。 ありがとうございます。